これグレやん、グレやないか、これ旬の魚を釣りましょうコーナーや、現況はね。今回登る三島2番の壁は登るのも一苦労な難所ですが、登る価値がある一級磯です。さてタカさんたちはオナガ60を釣り上げることができるのでしょうか。およそ2時間半かけて高知インターチェンジから宿毛市の片島港に向かい、そこから渡船に乗ってそれぞれの磯へ向かいます。結構時間かかりますので、グレ釣りに鵜来島に行かれる際はお早めにご準備を。はい、おはようございます。おはようございます。来たね、来たね、帰ってきたね。はい、ここは国庵、はい、壁鵜来島、水島のね、壁にやってきました。ここは思い出深い場所で、国庵前回ね、肩はそこそこあった、あのお腹ぐりやってくれてくれたとこやったね。え、思い出深いだね。思い出深い。最近の状況はね、なんかこのどうやろうかね。見えるとは言ったけど、今日はまあ向こうのね、ちょぼは見えるって聞いたけど、ここもね、ちょっと前見えたみたいだけど、どうやろうかね。まあやってみな、東の風っていうことやったけど、ここ選んできたけど北東っていう、北東、北東ということは、ちょっとここはあのちょっと影になるね、影なるね、ということで言ったら、まあ他の磯から比べたらやりやすいのかな、ちょっとは若干やりやすいかもからね。さあ今日潮もね、右から左に流れてくれよけんよ。それはほんで風が左から来てくれるけん、まあ糸吹かして針ができるけん。ということは比較的前回よりかはやりやすい、やりやすい、潮と風が一緒よりかはまだ糸張れるけど、やれるぐらい、やりやすいぐらいになるか。この高さ的にはどうなんやろ。やりにくいね、高さはいかんね、風がね、やっぱいかんね。で、僕は今日はちょっとタックル長めで、いつも 5メーター使うぐらいけど、今日5メーター30持っていただけど、クニアンはどういう。僕はもういつも5メーター30、5メーター30。今日はこういう状況、曇り空で梅雨暮れ、この時期どういう戦略というか、まあ戦略いうよりかはもう魚が見えてくれたら、その魚にね、刺し食わすがに一生懸命するわよ。その通り、もう基本それしかない。基本に忠実で。ちょっと水色が悪いんでね、水色が悪い、水色ちょっと白いけんね。あ、それがちょっとどんな影響にするかはね。これはやっぱ白っぽいってこう見るわけ。あ、もう白いね。あ、そうかい、だいぶ白いね。 あとサメやね。そうやね、まあ、サメあんまり聞いてないけど、ね、聞いてないけどね、サメさおらんかったらこうね、比較的そうやね、まあ、まあサメがおらんかったらね、まあ見えても見えなくても、釣りが成立するんだ。そうやね。さあ、今日はあの久々に国庵とね、鵜来島来ましたんで、あの視聴者の皆さんに、なんとか国見ゆき海岸をプレゼントできるように高く頑張りますんで、あの慈愛をまたプレゼントします。楽しみにしておいてください。じゃあ国庵、今日も頑張って一日よろしくお願いします。でん、まあまだね、まだ始めたばっかりやけ、まだ始めた、やっちみるかやっちみるかでんけんど、結構東の風ってことでね、結構左から風が当たって、で潮は右から来てるってことでね、まあ、国庵曰くね、状況はそんなにあの釣りやす、比較的釣りやすいじゃないかなっていう国庵の予想やけどね。僕は皆さんがやるよりはちょっと重めの設定でね、やっぱ素人は基本に忠実ということで、左肩でしゃくれんきね、右肩でしゃくらないか、ちょっと故障中です、体は。これグレ、これグ、イサギやないで、キツやろか。
あ、イサキやった誰ぞイサキやない言うたらイサキや嘘ばっかり言うよイサキやないでこの後ろでくそクリアン潮左からじゃなくてえ右からで潮右から来よ右から後ろまで風で左に右に飛ばされようがないあそっか風と逆やね散歩でね潮は左来よけど風はこっちやきこういうのを頑張って釣らなあかんがな合わせてただ俺潮止まるよねほんまうん逆なるやないのこれねえまた厄介やね逆になったらこりゃやりにくい止まり打つ風に負けよけんねこれ潮が風よりか偉かったら左向いて引っ張ってくれるぐらいやけどね最初2、3頭ね潔1匹2匹釣るまではその潮やったらやけど、まあ、今止まるよもん上滑りってやつよね通称上の道糸の操作がやっぱりこういう時大事なんやろねそこ注意せんともう超かねで浮きに当たりが出にくいわねよし作戦変更ちょっと針をね変えて木は狙ってみる木はをあの国は前に狙うけどね僕はこのね際を狙ってみるちょっとね沈め気味でいく沈め気味でいやちょっと今魚が見えになったうんいや魚が見えよってね風よりで合わせにくいやったらイライラするけど魚が見えんよとってもイライラするあの穴やねん、アコやねんおアコやった、アコ今キットが出たイサギ先輩になるよフフフ旬の魚を釣りましょうやけん旬の魚を釣りましょうコーナーやけん今日はね痛いなそうか上滑りするどうしても教えてくにみ先生上滑りするあのなじま道糸と浮きがえグルフ何部でやるよえグルフ何部でやるよ G2 B でやるよ B で重りもっと重たい浮きにせないか重たい浮きで僕14グラムであるよ14で、14の B でやるよあんまり軽だったらそれこそほんま上滑りするけんねなるほどよしやり直しこうなったらとにかく仕掛け安定させて狙うところを狙うような感じにせなね
よし、今のそのまま滑ったら負けた人たちが全部外れるやんか。了解。 3B ぐらいでいい？いや、B ぐらいでいいと思うけどね。ただ浮き自体を重とるじゃないか。浮き重たくね。ああ、よっしゃ、ほんならオリジナルやな。いつも 9g まで僕やれるけど、今日はもう滑るけんやけど、5g 重たい、5g だいぶ重たいけんね。ああ、それでも安定させてやるよけど、なんで魚が見えてくれんもん。なるほどなるほど。さあ、ちょっと今かねえ、教えてくれみ先生でちょっとやってみよう。ああ、 B ぐらいで。いや、でもクニアンが B ってことは、俺なんか 2B とかで言うかもからね。あのねえ、おお、上滑りしよったら A かもしれない。それでもオリジナルの本だ。 B は一応あるけど、ちょっともう一個重めでやってみようか。 2B ぐらいで、ちょっとしっかりしっかりと重りを打ってね、安定させて。オリジナルの 2B、 もうしっかり重り打っていこうね。がっちりがっちりと重り打っていこうや。二段構えで。お、馴染んだな。馴染んだね。さすがクニアン。え？さすがクニアン、馴染んだ。なでむど。うん。右から上がってきた？先まで左から上がってきたろ。うん。お、出てきるね。おるな。なんか、は、一瞬で消えるけど。お。お。これは硬い。潔。これは潔か。潔。ん？グレやないか。これグレやないかね。グレやね。空中部や。え、空中部？空中部やね。いや、そういかんで、いかんで、あの痛い。ごめんごめん。先輩だった。いや、腕がつれたね。肩が痛いのに。なんか今こと仕掛けなじんだね、今や初めて。口太くれ。何センチでしょう。40ちょっと。42、3、40あるかな、分からん。入った。あ、切れた。お腹やったね。潮また中に入り出したっけね。こっち向いて、あの向こう向いて、手前の糸をどん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 こっち持っていかれるぞ。なかなか食わせれんわよそれ。巻き糸全然ずれよしにゃ。おお、なんかしたね。あ、入った。おお、今当たりやね。今当たった。でワイワイしように、あの大きい。ああ、乗らなった。もうおならやろ、今のはもう。終わり。はい、クニアン、お疲れ。うわさ。何よ。口ばい。クニアン大丈夫。おお、悔しいな。最後の間違いなく、マジなかったね。最後の最後で、あのお腹らしきやつを2回
いや、俺ら、あれ間違いなく俺らが前に見えたもん。もう毎度毎度ね、最後の10分以内にね、大体やってね、しかも乗っちゃったけどね、張り合って、雨ながら張り合って。今度から汗からずっとやらんでよ、終わりの20分までやりやすね。俺は餌もあるけど、バンバン負ける。まあ、今日はね、いや、僕は餌が少なかった。もう全然負けなかったもん。まあ、本当、なくなっちゃったもんね、珍しく。十字あんにはもうないなるよ。まあけど、イサギはね、やっぱりな、何匹やった？何匹？7、8匹。イサギ、もう美味しいね。お土産たくさんできましたんで。ええね、丸々しょ。ねえ、美味しそうだった。うん、一匹で。どこじゃん、もう、なんか珍しくない。黒い魚って言ったやんか。黒い魚。あんなゲロやけんね。イサギもゲロやけど。口元ね、一個だけのやつ。僕はマグロやけどね、もうクリア、また今回も勉強になりました。あの、こういう時はやっぱりクリア、どういうところをちょっと注意して、今後。やっぱあの、うん、狙うポイントと、うん、あの、リピートの持っていくランディングとこと、あと投げるポイント。投げるポイント。うん、やっぱり投げるね、こういうね、東の風と、まあ、いや潮が、こっち流れて、いや、もう今は潮と風が一緒だ。今一緒やったね、逆にやりやすかったけどね、うん、あの反対の時のこのリチートのメンディングっていうの、うん、リチートのね、調整がやっぱり、今回も国屋の、あの釣り見てて、隣で見ててね、やっぱり食わす時っていうのは必ず、こう、まあ、うまい子や、日丁で ね、見て集めるなっていうのがなんか分かるんよね。ああ改めてこの何ていうかな、キャスティングといわゆる道のメンディングがの大切さがマイクが落ちちゃった下向いて楽しかったね。確かね、はい、まだ行きましょう。あ、ぜひぜひ。 ありがとうございました。ごちゃごちゃ口元つったきね。お腹やないのか、あれ違うのか。違う、あんなが、まぐれ。まぐれ。ま、ぐれ。そう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 。ありがとうございました。いや、こちらこそ、ありがとうございました。またね。バイ。動画をご視聴いただき、ありがとうございました。面白かった。明日釣りに行きたいな、と思っていただけた方、チャンネル登録、高評価、ベルマークの登録をよろしくお願いします。また、インスタグラムやツイッターやっていますので、SNS のフォローもよろしくお願いします。